川君、俺連中の前で挟まれてるから、それはまああの二人追いかけてたら僕も自然とそのぐらいにはなるですよね。ドイツ行った時は短すぎて、まあ、練習とか、まあ、普段もずっと一緒だったから操作わかんないですよ。で日本帰ってきてから僕が代表から外れたりして、ちゃんと岸川君の試合とか見てるとやっぱだいぶ離されてるかなって、使えなくてもそうだし、入ってきてからすごさ分かったですね。まあ岸川君と潤は練習例えば50やってたらそんくらいだけど、僕の場合80、100やんないとそんくらいに近づかないから、やっぱ才能はすごい向こうの方だと思うんで、それはでもあるけど、まあでも2人が勝ったことない3次元で勝ったから、神様はご褒美くれたってことですよ。